皆さん、日本国憲法成文は法的に違法です。日本国憲法成文は無効です。こう言いますとね、今更困っちゃうよという方多いんですけどね、日本国憲法成文なるものはいつ誰が作ったんでしょう。ご存知のように、日本国憲法成文は先の大戦で日本が大敗した際、アメリカ軍を中心にした連合国軍最高司令官総司令部 GHQ が日本を占領中の1946年昭和21年11月3日に公布され、その6ヶ月後の翌年1947年昭和22年5月3日に施行されました。そして日本国憲法成文は連合国軍最高司令官総司令部 GHQ が最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥の指示で起草しました。皆さん、この時日本には主権がなかったんです。それでは、日本国憲法成文は何のために制定されたのでしょうか。占領軍 GHQ の占領政策にのっとり、日本を占領し続けるために作成された日本占領法です。ここにも占領憲法と言われるゆえんがあります。そしてアメリカはこの戦争において、アメリカ軍は広島、長崎に原爆を投下し大量虐殺したのです。また東京をはじめ日本全国の中小都市までも焼夷弾を投下し、大量に無差別に虐殺したのです。これに対してアメリカ軍は日本の報復を恐れ、日本がアメリカをはじめ連合国に対し報復できないように、日本国憲法成文なるものを作成しました。占領軍 GHQ が日本を占領中に、すなわち日本に主権がない時に作成された日本国憲法成文です。まさに最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥の越権行為です。現在の日本国憲法成文は占領という異常の下で、しかも我が日本国が占領軍の圧力に屈して制定されたものなんです。故に国際法ハーグ陸戦条約第43条に違反し、国際的にも日本国憲法成文は無効と言わざるを得ません。この日本国憲法成文を私たち日本国はやむを得ず、解釈上、あくまでも解釈上有効として
運用して今日に至っているのです。この日本国憲法成文はにアメリカ軍が日本を占領し続けて日本を守ることによって日本が成り立つようになっています。ここで言いますとね、まさに日本はアメリカの従属植民地と言わざるを得ないのです。日本国憲法成文には日本国への他国からの侵略に対して日本が自ら自主防衛自衛のための抗戦権すなわち武力による威嚇武力の行使を定めていないのです。国家安全保障上重大なるここに不備があります。これは現在の新日米安全保障条約日米地位協定のもとに日本国憲法成文があるのです。ここにおいてもね、まさに日本はアメリカの従属国家でありアメリカの植民地でありアメリカの奴隷と言わざるを得ません。しかし皆さん日本国憲法成文には自衛のための抗戦権自衛のための抗戦権武力による威嚇武力の行使を禁止はしていません。また国際法上もさらには国家として人間として自然権として自衛のための戦力の保持抗戦権の否認この武力による行使武力の威嚇行使これを禁止することはできないのです。いかなる法をもってもまあもちろん当然といえば当然ですよね、できません。しかし皆さんここで私たちがこのままでよろしいんでしょうか。あ、こんにちは。このままで日本の国を守ることができるのでしょうか。憲法9条は心の支えになるのでしょうか。身を守ることができるのでしょうか。憲法9条によって日本人の生命と財産を守ることができるのでしょうか。もうすでに中国共産党は沖縄県尖閣諸島を侵略侵犯しています。したがって自衛隊法を改正し自衛隊を武力による威嚇武力の行使のできる軍隊にしなければなりません。現在の自衛隊の部隊行動基準を改正し抗戦規定を定めなければなりません。必要な法律を一つ一つ積み上げて国家安全保障上の不備をなくさなければなりません。これは現在の日本占領法である占領憲法である日本国憲法成文の解釈変更で十分にできるのです。
いかなる法をもっても人間の自然権および国家の自衛のための戦力公選権を禁止することはできません。中国共産党は残念ながら尖閣諸島は中国共産党のものであると生きているのです。さらには沖縄までもが中国共産党の領土であり領海なんだと彼らは言い切ってるのです。そしてこの侵略を進めるために軍隊を組織し軍事訓練をしているのが現状なんです。この事実から目を背けてはなりません。日本の自主防衛自主独立、これは私たち日本人がやらなければならないことであります。皆さん自主防衛、こんばんは、ありがとうございます。皆さん日本の自主防衛自主独立を果たそうではありませんか。